簡単、ミートソースの作り方。材料、玉ねぎ、1個、ひき肉、300g、トマト、カットでもペーストでもか、1缶、瓶、パック、かなり適当、デミグラスソース、適当、砂糖、塩、胡椒、ケチャップ、とんかつソース、バター。油を敷きます。玉ねぎを、粗みじんにして炒めます。適当に炒めたら、一度取り出します。次にひき肉を炒めます。砂糖、塩、胡椒で炒めてから、ケチャップととんかつソースを適当に入れます。肉にしっかり味をつけたら、玉ねぎを戻します。トマトを入れます。デミグラスソースを入れます。塩、胡椒、ケチャップ、とんかつソースを入れたら、水分を飛ばします。麺にバターを絡めたら、好きなだけミートソースを乗せて完成。